インターネットテレビ見る増刊号の山根です本日は政治学者の岩田敦さんをお招きしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですが告知させてください、えー、今発売されております、えー、月刊ウィーク9月、えー、安倍総理ツイート特集号売り切れ完売必至となっておりますのでぜひお買い求めくださいで概要欄にリンクを貼っておきますのでお早めにということでまあ、岩田さんにもこの安倍、はいえー、総理ツイート号聞こういただいたんですけどももうね現行 もらったというのもですねなんですかこれ読んでいただきたいんですがいい意味でまとまとってないいいんでですよ、うん、でいい意味でこう取り留めがなくてですねここでなんかこう安倍総理との、まあ、思い出と言いますか思いをこう原稿にぶつけるってなった時にこう理路整然と書かれても、うん、それも心がないんじゃないか、うん、そこでその岩瀬さん筆を取ってからこう何を書こうかなっていう。 私大体文章を書く時って、えー、あの理路整然と書くように、えー、してて、はい、もうあの全部頭の中で、えー、組み終わってからあ書き始めるんですけれども文章を、えー、文章を書きながら淳淳していくってことはあんまりないんですけれども、えー、今回はですね書こうと思ってもですね、えー、なかなか書けないとで、えー、このだからなんか涙が出てきてですね書けなくなってしまうということで、えー、ずっと書けなかったんですけどね。はい、でその 状況をそのまま書いた方が、うん、あのその思いが伝わるかなというふうに思いまして、うん、まあ率直にあの、まあ、書けないというところから書けないというところから書き始めるという、ね、<laughs> まあちょっと不思議なんですけれども、まあ、そういう形の文章になって、ええ、まあちょっと一種、まあ、独特な文章になったのかというふうな気はしますね。 で締め切り、まあ、普通、まあ、3日前2日前ぐらいに「まあ、原告ください」と「まあ、お願いしてでまだですか?と」とで電話するわけですけどそしたら岩井さん泣いてるわけですよ <laughs> <laughs> 涙声で「ちょっと待ってくれ」と「ちょっと今かけないと」とその時にまあね私も「まあまあまあそれならば」ということででもう全く甲いがあって本当に素晴らしい記事になってるんでぜひただ岩井さんがまあ特別といいますか実はこの安倍総理の暗殺事件がなければ この発売されていたこの9月号に安倍総理と岩田さんの対談が載っていた可能性が実は高かったんですね。参院選が終わった後、まあこれからま政局であるとして岸田政権の行方であるとか、それをあの対談いただこうとで安倍総理にもま了承をいただいていてですね。というところだったんで、はい、まいろんな思いがあると思いますが、はい、でこの岩田さんの記事の中でも安倍総理にこう対談した時にこう、はい、聞きたかったこと、質問したかったこと。はい ってていううののを書かれてるんですが、はい、具体的にどのようなこと、まあ、そうですね <laughs> 安倍一強っていうふうにまず言われていたわけで,で総理としてもそれは悪いことではないし自民党今も一強ですよね、うん、あの他の政党がなんかもう立ち入る余地もないと。はい、でも 岸元総理っていうのは二大政党制論者で,、ええ、であの自民党はゲアした方がいいんだと時にはでということをおっしゃってたでそれについて、ね、えー、私は伺いたかったのは今のこのあまりに情けないリベラルたちの、うん、リベラルっていうかまあ左翼って言っていいと思うんですけれどもね、うん、のこの状況っていうのは日本にとっては あまり望ましくないんじゃないのかと。で総理大臣として、えー、元ですねあのこの対局方向を見たときにですね、うん、リベラルと呼ばれる人たちがどうあった方が良いのか、うん、そういったことをですねまあ率直にあの伺いたかったというのが、うん、まあ私の考えていたことだったんですね。多分今までそういうことをあの安倍元総理語られたことないと思うんですよ。うん、だから語られたことないことを何か、えー、こうインタビューしようというふうに、うん、まあいろいろ過去の本 とかですねいろいろ研究してたんですけれども、うん、まあそれできなくなってしまっと本当に残念に思います。うん、確かに安倍総理はまあ保守じゃないですか、はい、保守ど真ん中なのにまあリベラル強くなった方がいいんじゃないですかで質問するのもまた逆説的というか不思議な感覚もありますけど、うん、ただ私ね本当に情けないなというふうに思ったのは追悼演説をね、えーえー あの本来であるなら野党はね追悼演説っていうのはあのていうか自分の党じゃない党の人がやるわけですよ。だからあの浅沼稲次郎という社会党ですけどねあれが山口大吾氏に、ね、暗殺された際もあれ池田勇人さんが総理大臣としてすごいねあの名文を読むんですよ。ですごいね それは敵でですすよ、よ。性的ですよ、うん、だけどその性的ながらねこれだけ素晴らしい人だったということをね言ってこの自分たちが読みやらなくちゃいけないのはね民主主義っていうものは絶対にそういうなんかテロとかに屈してはいけないと民衆の声をねこれを反映させていくっていうことを忘れてはいけないということこれがね今浅沼君が最後に言いたかったことだろうというね、えー、演説ありましてね。で そういうことをね言える人ってね今あまりにいなさすぎてね、うん、いやあの野党の中にもうひょっとしたらその国会の追悼の演説の中でまでね、うん、あの安倍元総理のことをねこう批判したりだとかねあのと,とんでもないね総理だったとかねなんか言い出しかねないとだからそういうねなんていうのかな私から見るとですねあの,その せいがね、劣化してるっていうのは、それは見りゃわかりますよ。うん、あ集団的自衛権のこと一つわからないわけだから。知性が劣化してる。うん、でもね、やっぱり人間としての。品性にもね、うん、問題があるんじゃないかと。いうふうに思いますね。えー、野党議員、例えば、まあ、小沢一郎氏。はい、まあ、老害ですよね。はい、まあ、ああいう方も、まあ、いわゆる、こう、今回の事件起きたのは。自民党、ね、まあ、安倍総理のおごりなんじゃないか。と言い出したりして。とか、あと、まあ、典型的なのが朝日新聞ですよね。うん、そうですね。あの川柳。 ひどい,というかいやもうやも人手なしでしょうここまででょそう思いますね。うん、というかねでしかもね川柳としてね、えー、面白くも何ともないっていうね似<の>とんでもないでないただの悪口でしょ、はい、もうただの悪口を川柳って言ってるだけですよね、うん、あれ本当にねあのおかしいと思いますね。うん、だから、ね、まあ本当にねこの今回の件っていうのは例えばねこれも書きましたけど山口二郎さんとかね、うん お前は人間じゃない叩き切っっててやると言ってたわけで「すよねで、えー、とあの夜と切り役したあの女性の方もね安倍氏ね」というねツイートーをやってたわけだ。でじゃあ彼らはねこれをね本当に良、ね、かったと思ってるのかね良、うん、かったと思ってるとしたならそれはもうはっきり言って強靭ですよ、うん、だけどねじゃあよくなかったっていうならじゃあなんでそんなこと言ってたんだっていうねやっぱりね言葉のそういったあのなんか軽さと言いますかね、うん、要するに。 お前は人間じゃない叩き切ってやるっていや人間だし叩き切ってもいかんよという当たり前のことがねできてないとで。 そういう空気がこう醸成されていって、ね、どん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 そののななんていうのかな先鋭化した、ね、人たちがあの実際の行動に移すとって、うん、ある意味ではねあの彼らこそねそ,のそういう空気を、ね、醸成させていった責任者じゃないのかというふうに言葉っていうのがまあ一つ鍵になっていて今回、岩田さんこの記事の中で菅元総理、はい のそのあれはプライムニュフジ、えー、テレビ系のプライムニュースですの安倍総理の、ええ、まあ思い出を語るときのことも書かれてるじゃないですか、ええはい、あれはやっぱりそのあまりこう,うまくはないけれどもしゃべるのが、はい、力のあるというか、まあうん、心に響くあのいや、私ねあれ見てねあれと思ってコンピューターがね、止まったのかなというぐらいね、うん、止まるんですよね。ええ ふんと止まってるんですよ、うん、でそれでそこからねあのでもすごいとつとつとね語っていた「あのなんであの奈良に行ったんですか?」っていうのに対して「うんまあ、彼は寂しいアイリアだからそばにいてやりたいと」と、うん「同じ空気を吸いたかったと」と。同じ空気を吸いたかったっていう、ね、表現はねやっぱ私は聞いたことがなくてですね、うん、あのそういう文学的な表現だと多分何も意識してないで。 出てる言葉だと思うんですすよね、ええ、菅あ元総理からするとでもそれだけやっぱり本当に信頼関係があったからこそあの安倍政権というのは長期に続いたんだなというのをね改めて思って私もあの菅あ総理のことをですね、うん、総理時代ね最後の部分なんかは特に批判したこともありますけれどもやっぱり総理大臣にな,な,なっただけのですねやっぱり実力のある政治家 やっぱ言葉に力があるといいますかへ、うん、下手であってもね、流暢に語るよりも、でもあ菅総理、どんなに、ね、なのうまく語る人よりも、菅総理の一言にね、やっぱ勝てないというふうに思いましたね、うんうんえー、でこの締め切りが、まあ、1週間ほど前でしてで、この段階ではその原稿で、菅副総理待望論を書かれてますよね。うんはい、ただここへ来て 菅元総理のその存在感が増してきていて、それこそあの副総理待望論も出てきているという。ような、まあ記事がちらほら見かけるわけですけれども。これから、こう政局、政界における、まあキーマンになるんでしょうかね。いや、なりますよね、えー。というのもですね。やっぱり安倍派が、この。 まあ分裂はしてないなですけどね、うん、結局集団指導体制っていうことはやっぱり連帯責任は無責任という言葉あるようにね、うん、やっぱり一最後は派閥っていうのは一人のリーダーが決めなきゃもう持たないんですよ。うん、でその時にですね、まあ、じゃあ誰がねそこまとめられるのかっていったら、うん、やっぱり8年近く、えー、安倍総理のそばで支えていた官房長官であるあ菅元総理がですね睨みを聞かせることによって この安倍派っていうものがまあ一つにまあなれるだろうというふうに思うんですよね。うん、だからおそらくそのためには菅元総理にですね何らかの形で入っていただくということがおそらく岸田さんも考えてるんじゃないのかなというふうに思いますね。うんえー、例えば岸田さんと菅さんはまあ一定の距離があるじゃないですか。はい、決して仲良くはないですよね。なん、はい、ならあんまりよくよろしくない関係だと思うんですが、うん、でもそこへ岸田さんがそんな だからこそなんですがです、ね、いけますかねその岸田さんもこう安倍総理の意思を継ぐと、うんまあ、その事件以降こう、まあ、皆さん口々に言うわけですけども具体的に何をどう継ぐのかっていうのをこう我々というかまあ岩さんをはじめ、ね、こう示していかないといけないと思うんですが、はい、これどう考えればいいんでしょうなんかこう 資金石にななるようなものはいや私はやっぱりあの安倍元総理が一番やりたくてできなかったことっていうのは憲法改正だと思ってますから、うんえー、集団的自衛権の限定的な行使用には現実的な路線として、うん、まず、あ、は、まあそこでやっておかなくちゃいけないと、えー、でも本当に一番やりたかったのは憲法改正だと思うんですね、はい、だから安倍総理の意思を継ぐっていうなら本気で憲法改正を目指さなければ私は嘘だと思いますね。うんはい、ということでもし時間があったらちょっと岸田総理のところ行きましょうよはい二人で。<laughs> ちょっと本当に、まあ、不審者じゃないですか。<laughs> 一応アポを取って、ね、ちょっと本当にやる気あんのかと、活 <laughs> を入れましょう。機会があれば,あればぜひちょっと検討してみます。よろしくお願いします。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。